チャールズ・ピンクニーはアメリカ合衆国の政治家、アメリカ合衆国憲法の署名者の一人、サウスカロライナ州知事、アメリカ合衆国上院議員、下院議員を歴任した。同じく合衆国憲法に署名したチャールズ・コーツ・アース・ピンクニーは二人とこである。ピンクニーの直系子孫から七人のサウスカロライナ州知事が生まれ、そのうち何人かは、 名番区家やレッド家などサウスカロライナでも著名な家系となった。ピンクニーはサウスカロライナのチャールストンで生まれた。父は同名のチャールズ・ピンクニー大佐で裕福な弁護士及び農園主であり、1八十二年に死んだ時に思考外の辞書スニー農園を息子に残した。ピンクニーはおそらく市内で教育を受け、1七7九年にはそこで法律の実務を始めた。 この頃、アメリカ独立戦争がすでに始まっており、父は革命についてためらいがあったが、ピンクニーは民兵隊に参加した。中尉に任官され、1779年9月から10月のサバンナ包囲戦に参戦した。翌年イギリス軍のためにチャールストンが陥落し、ピンクニーは捕まって1781年6月まで捕虜となっていた。ピンクニーはまた、 生歴を積み始めており、1777年から1778年と1784年から1787年に、大陸会議大議員、1779年から1780年と1786年から1789年、及び1792年から1796年に、衆議会議員を務めた。民族主義者であった。 ピンクニーは大陸会議大議員として懸命に努め、アメリカがミシシッピ側の広告権を得ることと議会の権力を強めることに貢献した。フィラデルフィアで行われたアメリカ合衆国憲法制定会議におけるピンクニーの役割については議論の対象となっている。ピンクニーは最も若い方の大議員であったが、後に最も影響力を発揮したと主張し、憲法の基礎となった。 ピンクニープランと呼ばれる走行を提出したと主張した。歴史家の大半はこの主張を向けてきた。しかし、これらの歴史家もピンクニーが指導層に入っていたことは肯定した。ピンクニーの巨英人がまだ24歳に過ぎないことを誇りに思わせ、最年少の大議員として卓越性を主張させた。彼は実際には30歳であった。会議には全期間出席し、 しばしば発言して、効果を収め、最終工作制に大きく貢献し、議論中に持ち上がった問題を解決に導いた。1788年に、サウスカロライナ州で合衆国憲法の批准を行う、時も働いた。同じ年に、裕福で政治的な力もあった商人ヘンリー・ローレンスの娘、メアリー・エレノア・ローレンスと結婚した。 夫妻には少なくとも三人の子供が生まれた。息子の一人、ヘンリー・ローレンス・ピンクニーはアメリカ合衆国議会議員とチャールストーン市長になった。妻による義兄弟にはジョン・ローレンス大佐とサウスカロライナ議会議員、デイビッド・ラムゼーがいた。他の義兄弟がサウスカロライナ州知事のジョン・ラトリッチの娘と結婚した。義理の息子、ロバート・ヤング・ヘインは サウスカロライナ議会議員、州知事及びチャールストン市長になった。その後、ピンクニーの経歴が花開いた。1789年から1792年にサウスカロライナ州知事となり、1790年には州憲法選定会議の議長を務めた。この期間に連邦党と関わりを持つようになり、二重警定のチャールズ・コーツワース・ピンクニーと共に、 指導者となった。しかし、時の経過とともに見解が変わってきた。1795年、連邦党が後押しする J 条約を攻撃し、また自分の出身であるサウスカロライナ州東部の上流階級に対抗する後輩地の民主共和党に肩入れするようになっていった。1796年にサイド州知事となり、1798年にその民主共和党の支持で、 アメリカ合衆国上院議員となった。上院では以前所属した連邦党を激しく攻撃し、1800年アメリカ合衆国大統領選挙ではサウスカロライナ州におけるトーマス・ジェファーソンの選挙運動を取り仕切った。大統領に当選したジェファーソンはピンクニーを1801年から1805年までスペイン大使に指名した。スペイン大使の間にスペインから フロリダの活動のために果敢に努めたが、不成功となったものの、1803年にはフランスからルイジアナを買収するときはこれをスペインに黙認させた。外交官として任務を完遂すると、その考えはさらに民主主義に接近していき、チャールストンに戻って、州民主共和党を率いた。1805年から1806年は衆議会議員となり、 サイド州知事に選ばれて1806年から1808年まで務めた。この任期中に議会の議席再配分を行って、後輩地の大議員数を改善し、また白人男性の普通選挙を提唱した。1810年から1814年までサイド州議会議員を務め、その後一時的に政界から引退した。1818 18年、 アメリカ合衆国会議員選挙で勝利し、ミズーリ打ー響に反対するために戦った。1821年、ピンクニーの健康が衰え始め、政界から最終的な引退をした。1824年、67歳の誕生日の3日後に死んだ。チャールストンのセントフィリップスエピスコパル教会墓地に埋葬されている。ピンクニーのスニー農場は、 チャールズ・ピンクニー国立歴史史跡として保存されている。息子のヘンリー・ローレンス・ピンクニーはサウスカロライナ州選室のアメリカ合衆国議会議員となった。ユナイテッド・ステーツ・ナショナル・パーク・サービス、サイナーズ・オブ・ザ・コンスティテューション、ヒストリック・プレイシズ・コメマーティング、ザ・サイニング・オブ・ザ・コンスティテューション、オリジナルの2009年6月10日時点におけるアーカイブ、 h t org t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 9 0 6 1 0 0 3 5 7 2 6 h t t p w w w n p s g o v h i s t o r y h i s t o r y o n l i n e b o o k s c o n s t i t u t i o n b i o 3 1 h t m 2 0 0 7年11月3日閲覧。ありがとうございます。